はい、皆さんこんこにちは銀座山形の補正屋です9月になりました白熱のパリオリンピックも終わりましてですね楽しい楽しい夏の時間は終わったんですけれどもだいぶまだ暑い日が続いておりますが間もなくですね、まあ、お彼岸あたりをめどにしてちょっとずつ涼しくなってくるだろうということで今日はですねサルトリアプロメッサブランド でえー、この秋おすすめする、えー、と特選厳選の、えー、素材を使ったスーツ4種と、えー、今日はいつもとちょっと趣を変えてですね、えっと、そのスーツをきれいに着るコツみたいなものも、えー、一緒にお伝えできればと思います。どうぞよろししくお願いいたしますそれでは早速ですが、えー、と今シーズンサルトリアプロメッサブランドで特選厳選で別注でご用意しました生地の方からご紹介します。 今シーズンですね、例年通りの部分では、ロロピアーナの365ですね、毎シーズンかなりご好評いただいております。365のボディで都合4色ですね。グレーのグレンプレイドとネイビーのグレンプレイドです。かなりあのシャドウであの弱めに入っているチェックなんで、もう多分カメラ越しではほぼ無地に見えてると思うんですけど、 弱いグレレンプレード非常に上品な柄ですでもう一つ前シーズン前々シーズンぐらいからですかねお話をしているストライプの柄が復活してきますよというようなお話をここ数回お伝えしていたと思うんですがいよいよ本格化してくるだろうということでネイビー地にブルーのストライプどのぐらい柄を拾えるかちょっと何とも言えないんですけどこれと,、えー、っともう一つが えー、グレーにブルーのストライプでこれはガラピッチがネイビーーととグレーでちょっと違いますこのグレーの方はちょっとアイアングレーよりちょっと鉄色っぽい感じのグレーに細い幅でブルーのストライプですねでネイビーの方はまあベーシックな少し青みのあるネイビーにブルーのストライプがどうだろう1.5弱ぐらいですかね の幅でで入っているブルーのストライクですねで。この4色で、えー、ロロピアーナの、えー、365ですね日本でいういわゆる合い物最近だと3シーズンとか10マンスとか場合によってはオールシーズンなんていう言い方もするかもしれませんこのボディで、えー、別注ご用意をしました、えー、っともう一つちょっとうまく見つかったんで、えー、2色だけご用意できたんですが超特選オーストラリス がブルーーののスストトラライイププとグレーのストライプ一色ずつになりますこれもまあ香ー,ーズっぽいストライプっていうところで,でこちらはですね全然量がないので生地、えー、でのご案内だけになってサンプルの形ちょっとご案内できないんですけど、えー、とこういうものは1色ずつあるよということだけちょっとなんとなく感じてもらえればなということで生地、えー、だけのご用意。 でまあ、じゃあこのまま、えー、続きましてはあの形になっているサンプル、えー、コーディネートっていうところをくるめて、まあ綺麗にあとは着ていただくにはというポイントを絡めて、えー、ご紹介をしていきます。はい、それでは、えー、っと形になっているものを使いながら、えー、ご案内していきたいと思いますがまず全段あの私どもオーダーですのでそのフィッティングですねお好みの部分 こうキュッとタイトなものがいいっていうことであったり少し余裕を持たせたいっていうことだったりこのあたりのお好みというのは千差万別でありますのでどれが良くてどれがダメとかどれが正しくてどれかが間違っているっていうことではありませんタイトフィッティングいわゆるこうピタッと細く着たいっていうニーズというのはどんな時代にもやっぱりあるものなんですね強弱多い少ないっていうのは多少動くものではありますけれども あのそのういうものはもちろんありつつも既製品であったりその全体のファッションのムード傾向として少しゆとりのあるフィッティングが多くなったとかタイトなフィッティングが多くなったいわゆる昔ながらの普通のものが多くなったっていう具合で動いているっていうところなんですよね。でそここらら辺はあの今からあの私ががお話しすること それが全てであるっていうことではなくて一つの考ええ方であるるとといいと思いいいううふに捉てただけ思ます、えー、まず一つ目このフィレンツェカットでもう一つ今回はローマンルックというものを、えー、参考にしてご案内をいたします。それぞれにデザイン性であったり、えー、見えるフォルム、えー、細かいディテールという部分が異なってくるんですけれどもそれぞれは服の、えー、輪郭とムードを形成するものです。なので、あのー、それぞれぞ微妙に あの同じ体,体の人に着ていただくときにサイズ感が若干異なりますこれは物の輪郭としてその洋服を着ることによって着たご本人がどう見えるかっていうことを世の中にはその MTM メイド・トゥ・メジャーであるとかパターンオーダーイージー・オーダーフルオーダー レディートゥーウェアまあ規制服っていうふうにいくつかカテゴリーが分かれますが、そのいわゆるパターンオーダーであるとか E.G. オーダーであるとか MTM メイドトゥメジャーと呼ばれるものというのは、ひとえいくつかの基礎型を持って洋服を作っていきます。その基礎型というのは正しい設計図で作られた既制服であるっていうことが大前提です。で、規制服であるということは 美しい洋服を外観として表現することが一番大切になりますなぜかそれは形が表現する力を持っているから美しいバランスを持っているからということなんですねそれに対しオーダーというのはその個体それぞれの方に合わせていくという属性がありますからパターンオーダー、イージーオーダー、メイドトゥーメジャーと呼ばれるものは美しい外観、きれいな見た目ですね見栄えの良さ と心地よい着心地ここがドッキングしてくることが大切なことなんだと思うんですねで、そういった意味でこの一つの形を活かしながら子に合わせていった時にいかに美しく見えながら快適に着られるかということになりますで、その時に必要な外観として表現するフォルムここがバランスですゆとりですゆとりのあり方というところによって見える外観が変わります なので、タイトフィッティングっていうものとはちょっと一個別の考え方になるっていうことなんですね。このフィレンツェカットというのは、再三何度か YouTube ご覧いただいている方には、あの、お伝えしておりますが、バストにこういう膨らみをしっかり持たせるために、脇のダーツの上を遊ばせて、バストの前側にボリュームが出るように細工をします。であったり、 肩のの線が後ろにに緩やかに逃げていくので、ゆっくりゆっくり前肩というこの部分に当たりにくいように立体でフォローをしますということだったりここにしっかりボリュームが出るっていうことはこの襟の傾斜をしっかり角度をつけてあげることでバスト全体に迫力を持たせるっていう効果があります。でこれに対し、腰の位置で、 絞りを作る。下が少し短くなります。そうするとバストの迫力をしっかり残したまま裾を軽快にするということですね。でこれをまあ形容詞で言うんであれば少し優雅な余裕感が見えるっていう。襟が大きい。逆を言うと襟が細いものというのは若々しくてシャープに見えるっていうような捉え方がでします。できますよね。これをひっくり返せば 当然貫禄があるっていう形容詞に変わったり優雅である余裕があるっていう見方に変わるこのスタイルというのは優雅であるっていうことを大前提にコンセプトにして作り上げたモデルですですからこのちょうどおへそから上たっぷり上にゆとりと膨らみですねを持たせて裾に向かって逃がして軽く見せる非常に優雅なお洋服ですバス しっかりゆとりを持たせ腰でキュッと絞ってあげるそうすることで絞りをつけることでよりバストのゆとりが強調されてきますここを大切にしながらお洋服を着ていただくとこの形というのはすっごく優雅に見えますのでフィッティングの時セールススタッフ今僕がお話ししたようなことを熟知している人間たくさんおりますのでご相談いただきながらフィッティングしていただければと思います 続いてローマンルックというボディになりますね。この洋服はですね、いかに普通に見えるかというところをコンセプトに作っています。パッと見、先ほどのフィレンツェカットに比べると、まあ、襟はそれなりに大きいんですけれども、あまりこう目立って個性があるというか、変わったデザインとかディテールっていうところがあまりくっついていない。 ですね、ただあのごくごく普通に見せつつも細かいところに細工をして立体感であるとか、えー、着やすさみたいなところを、えー、しっかり高めていくっていうふうに、えー、実は細かい、えー、仕掛けがしてあります。まず1つ目がこの襟の部分ですね先ほど言ったこのゴージとこの襟のつなぎ目からこの襟の先まで。 画面上で拾えてるかどうかなんても言うんですけど通常はこれが一直線につながるんですけれどもえローマンロックについてはこの襟のつなぎ目からこの切れ目から先に行くところで少しだけ上に上がるんですよねこれが人間が来た時ちょうどこの部分です今僕が来てるのもそうです鎖骨の位置に当たるのでここがこの襟がこう湾曲するわけですよね 湾曲するので、この襟の継ぎ目がカーブ曲線でつながれているというふうに見えるような視覚効果を生むためにこの襟型を採用しました。で2つ目この脇ですね洋服の用語で「バラというんですけど細い腹と書きますサイバ原この部分この部分に少し厚みを持たせました。 そうすることによって何が変わるかというと同じゆとり量だったとしても脇が広いのでこういう状態を作れるということですね。前後に洋服が膨らみやすくなる。そうすることで正面から見たときには少しすっきり絞れているように見えるけれどゆとりの量はしっかり確保しているという効果があります。 これもまあ2点とも視覚効果ですよね。着用感というよりも着た時に人から見えた時の視覚の効果として美しく見える立体である曲線であるということを作っていくための小さな細工です。で3つ目が腕の作り方。腕、他のものと比べた時にこのタイプというのは二の腕の幅に少し太さを持たせました。ただ太くすると 通常でいくとこの袖の口ですね手首側袖口ここも太くなりますそうするとまあ平たく言う単純に太い袖太って見えるっていうことになるのでそれでは意味がないかなということで二の腕にたっぷり遊びを持たせますが袖口に向かって絞りをかけますズボンで言うテーパードって呼ばれるものと理屈は一緒です 先すぼまりになることで逆にすっきり見えたり必要な場所にゆとりをキープしたりっていうことですねこの2つが実現するわけですねですから肘から下細見えしますが二の腕にたっぷり遊びがあるので動かしやすさという機能が付け加わって、えー、見た目と機能を両立するっていう袖になっているのがこのローマンド デザイン上は何らまあ今これチェンジポケットをつけてるんで <laughs> これだけはもしかしたらちょっと変わったものに見えるかもしれませんがあのこれはつけるつけないお選びいただけますのでないいいいい方が標準ととと考えていただけるといいと思います。この状態から考えた時にまあパッと見何の変哲もないかもしれませんがそういう細かいよう細工がされていますということですね。 でたっぷりゆとりがついていてこそこのシルエットなのでフィレンツェカットの時もそうでしたが極端なタイトサイズで体にくっつけてしまうということよりも適正なゆとりを守って肩もあまりギュ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 ッと中に入れていかず少しゆっくりおお落とすわけにはいきませんけど要はきちんと二の腕の上あたりで終わる位置できちっと着ていただくと。 こちらは貫禄が出る余裕が見える渋さみたいなものが見えてきます。安心感があって、パッと見た時に落ち着いて見えるっていう効果があります。最初に申し上げました。短い細いっていうのは、若々しさはもしかしたら感じるかもしれません。でも落ち着き感であるとか渋いであるとか。大人っぽいっていう。キーワード要はこういうものを着ていただく方はいわゆるその大人と。 呼ばれる部類の年代の方だと思いますから、しっかり余裕があるけれども、色気と艶を持った清潔感のある大人であってほしいなっていうこともあるので、このくらいのサイジング、いわゆるレギュラーフィットと呼ばれるサイジングでいいと思うんです。必要以上にダブダブしてる必要もありません。でも逆にピチピチにもしないでもらって、適度なゆとりで洋服の形っていうバランスをまとって、 ご自身の個性がバチッと光るっていう着方をしていただけるのが一番美しいと思いますのでそういった着方をしていただく時に今回別注している材料を掛け算で使っていただくとより艶やかでより上質により上品にまとまりますのでこのあと、えーえー、それではコーディネートのお話をしていきたいと思いますがコーディネート 大きく、えー、そのトレンドと呼ばれるその流行りの部分っていう要素を多分に含んでいくところが一番大きいんですけれども、まあ、このトレンドって呼ばれるようなところこのメンズの、えー、特にこのドレス系のクラシック部門の部分ですよねのところっていうのはもうここ数年の間いわゆるそのテイストミックスって呼ばれるようなその一つの国のきっちり決まった形 とらわれるのではなくてもっともっと自由な発想でいろんなものを混ぜ合わせていくっていうことがもうほぼほぼ主流になってきています僕の方からも何度となくテイストミックスイタリアっぽい洋服にイギリスのスタイリングの要素を掛け合わせるアメリカっぽい要素を掛け合わせる一番最初のテイストミックスはこの辺りから始まりましたでここに今は今度フレンチフランスの要素が混ざってくるであったりだとか 場合によってはそのスポーツもしくはミリタリーウエスタンと呼ばれるようなものまで現代としてはたくさんのものを含むようになってきました。これも日本でのそのこういうドレスもののクラシックゾーンが徐々に成熟してきているということの一つの証ではあると思うんですけど、対局にこのコロナ禍を経て緩い感じのセットアップが増えたり、その着るっていうことにもっと自由なものが求められる許されるっていうような時代が 背景ととして後押ししてて後押ききたっていう部分も大きくあるとは思いますそういう部分を含みながらあくまでもやっぱり広く多くのニーズとしては前世紀よりもこういうきちっとした洋服スーツというものを必要とする方は減ったかもしれませんけれども今またこういうものをきちっと着ようという方はやはりそういう要素として 大切なことですよね着こなすという要素を大切に着ていただきたいなとで、まあ、時代遅れっていう言い方はいけないかもしれませんけど今の時代のニュアンスっていうものをあの過剰に表現するのではなくて適度にちょっとずつ入れてもらうっていうやり方をすると逆にあのすごく鮮度を保てたり綺麗に見えたり上品だったり大人っぽかったり。 で違うようなことをしなければもちろん清潔感も出たりしますからあのそういう部分を大切にしたコーディネートっていうものをご紹介していこうと思います。で今回はスーツと4種になります。でシャツは3種類使います。このタイプは結構ここのところ毎シーズン使ってますけれどもブルー無地ベースにクレリックですね白襟白カフスのタブカラー。多分皆様クローゼットの中 毎日のものもで1枚面白いと思います。ブルーの無地でもう一つ白の、えー、無地のタブカラーですねこれはまあちょっとあの画面上で見えにくいかもしれないですかなりツヤの,のある、えー、ツイールという,こう斜めに胸の走ったものなんですけど非常に光沢感のある生地です白ですけど非常に上品に見えますこの3つを使って、えー、4つのスーツにそれぞれコーディネートを組んでいきますがまず1つ目このグレーのグレープレートですねスタタイイルとしてはイタリアンクラシコ。 の世界ですフィレンツェカットになりますが柄はアレンジはされていてもグレンプレイドですからもうイギリスの古典柄になりますね、えー、とブルーの無地こちらを合わせますグレーの、えー、トーンがミディアムトーンちょうど中間のグレーです柔らかくも見えますけれどもグレーのスーツから感じられる要素はまあ知的である知性落ち着き 柔らかさみたいなものを感じると言われてますでここにもうトーンを落ち着かせるためにもう一度ブルーを指します白でもいいんですけど白が入ると少しメリハリが強くなりますここはあえてブルーで全体のトーンをなじませるで引き締め効果としてネイビー地に細い幅で入ったストライプタイ ですね、ここにストライプ体ですからちょっとスポーツスポーティーな要素を掛け合わせてますこうすることで落ち着いても見えるけど中間のグレーなのでちょっと優しい感じというところも出てきますで俗に言う伝統的な柄のグループだけでまとまってますから平たく言うクラシックな見え感になってくるというまとまりですでこのネクタイ 数年前にですね、私どもで、この組織の無事の展開をしたんですけど、異例のビッグヒットをしましてですね、爆発的に売れたんですね。で、まあ、毎シーズン同じことやっても仕方ないので、一度お休みしたんですけど、こちらのネクタイ、霞織という織になります。 コットン面系の素材でいくところのシャンブレーと呼ばれるものと同じような意味合いの作り方なんですけど通常のネクタイというのは糸が縦と横で走ってくるんですけど縦糸が土台で色表現柄表現を横で行っていくんですね。でただこの霞と呼ばれる織は縦の色が表に少し出るんですね。チラ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 と縦のの色が出るので 要は玉虫町に見えたり少し村っぽく見えたりするんですね。これによってネクタイ自身に表情が出て立体感が出るっていうプラスメリットがあります。でこれはあのどちらかというと本当に大人の方がさりげなくした時にちょっとかっこよく見えるなっていう見え感のものなので今シーズンはこのダークトーンでまとめたストライプと今日はあのお持ちしてないんですけどこれのフラットな。 いわゆるソリッド体、無地の2種の展開をしておりますあの。こちらのネクタイのもう画面で見るよりですね、ぜひあの現物見ていただきたいので、お時間あ,のありましたら、サルトリアプロメッサブランドを展開している山形屋のショップには、あの8割、9割ぐらいのお店にはあの投入しております。あの数量の問題で、 色がちょっと欠けてたりっていう入れ方になってますが、ほぼほぼ投入はしておりますので、ぜひ現物見ていただければと思います。じゃあそれでは、え二、ー、コーディネート目ですね。えー、こちら、えっと、ネイビーの無地に見えてますかね。もしかしたら。えっと、ネイビーに、えー、先ほどのグレーの色違いですから、グレーンプレイドが、えー、走っている生地です。で、こちらはですね、このシャツを合わせていこうと思います。クレリックのシャツに、 このピッチのの太さネネクタイをコーーディネートします。チェックにこれだけ太幅のストライプのタイ、ちょっとチャレンジなのかなって思われるかもしれないんですけど合わせてみると全然そんなことがないんでちょっとご覧くださいこちらも優雅な印象のスーツにキリッと引き締まるクレリック カラーのシャツですねまずねこういう感じです。で昔よく言われたのがこの襟の角度ですねこの角度とシャツの襟の角度は少し意識して離れすぎない方がいいまあこう傾斜の強いものには少しこう襟の狭いもの傾斜がこうフラット平行に近いものの時は あのホリゾンタルであるとかカッターを入れた部分大きく開いた方がいいとされたんですけどあの昔ほど厳密にそこを意識しなくちゃいけないっていうところまで気にしなくてもいいと思うんですけど、まあ、少しだけ気にしながらちょっとだけ気にしながら合わせていった方がよりこの V ゾーン全体の馴染みは間違いなく良くなりますのでそこら辺はそのお手持ちのものの中でどの辺りがいいかな っていうものを探していただいたりもしなければですねあのご注文あのいつでもいただけますのであの店頭まで、ね、ご来店だければと思いますブルーのグレンプレイドにブルーの無地白襟のクリリックシャツでチェックに太幅のストライプさあどうだって思われるかもしれませんが思いのほか全然難なく合います何でだろうかこれは柄の大きさピッチを意図的にずらしているから。 なんですね、細い仮にストライプのスーツに細いストライプのシャツ細いストライプのネクタイだった場合はやっぱりかなり目がチカチカガシャガシャするんですけれどもチェックとストライプでもマス目の大きさとストライプの大きさが似合いコールになってくるとやっぱりちょっとガチャガチャするんですよね。こここを大きくずらしてあげることで ちょうどこのあたりですね、見えているの。このあたりっていうものも、ばらつきがあるって言い方がい、いけない言い方かもしれませんけど、ちゃんとずれてくれることで、ガチャガチャ見えないっていうことになります。ご覧いただいたときに、あの、お気づきの方もいらっしゃるかもしれません。ブルーのトーンでまとめてます。ネイビー、えー、ブルー、サックス。この3色です。まあ、白襟は別としても、その3色の色のグラデーショントーンでまとめてますから、当然まとまりも良くなります。 で色は引き算で引いていけばいくほどすっきりまとまるでかつくろと受けするというかあのプロっぽい見え方にもなりやすくなってきますから意図的にトーンでまとめることによってキュッと引き締め感があっって、えー、大人っぽくく見えやすす。なりますでも先ほど同様スポーティーなあるんですねストライプネクタイですから。ここういういところで、 ちょっと若々,若々しいみたいな部分も差し込んであげると人から見えた時の印象っていうのは多面的に変わってくれたりするのでそういうところも柄の選び方っていうのは意識してもらえるとあのまた新しい見え方に一つ変わりますからあのいあの意図的にちょっとずつ変えていってもらえるといいかなということで一、えー、つ参考にしてみてください。はい、それででは、えーーーディネネトトすねイイビーにブルーのストライプ かなりシンプルなな見え感ですよねなので全くシャツを選ばないって言ったら嘘になるんですけどもちろんこういうものでもよしこういうブルーの無地でももちろんですね今僕もちょっと久しぶりにネイビーのストライプちょっとあのこれイギリスの某ゴリゴリ系の生地サックスでストライプが入ってるんですけどかなり張りが強くて伸びがない生地なんですねちょっと久しぶりに出してきてきたんですけどこれにまあブルーのシャツ。 タブカラーの文字にこれちょっと季節を先取りウールコンボのチェックのネクタイしてるんですけどブルーですから刺してもらってももちろんいいと思うんですねでただ今回のこの生地画面でちょっと伝わりきってないと思いますけどだいぶ艶が綺麗なんですよ実は店頭で生地のサンプル化あの見本のスーツ入ってるお店もあるんで見ていただきたいんですけどかなり艶の綺麗なスーツなのでキリッと引き締めたいなっていうところがあって白シャツもこれ結構ツヤツヤのいい感じのツヤのシャツなんですね ここれを合わせていこうかなと。教科書通りですよね。紺のスーツに白シャツなんで教科書通りですけどこれが妙にかっこよかったりするんですよこういう感じになってでここにまあブルーのネクタイしたりネイビーのネクタイしたりしてもいいと思うんですけどちょっと今年は季節感感じられるようにと思ってこのグリーンの中柄モチーフのメザリオンタイプのネクタイ。 ちょっと柄的に渋いですよね。渋い感じに見えるんですけどこのくらいクリアなスーツのコーディネートならこのくらい渋いネクタイを入れてもしっかり映えるんですよねこの方が逆にちょっと映えてきたりしますさっきのこういうものをもちろん合わせてもらってもいいと言えばいいんですもちろん相性は悪くないんです当然ですあの根系ですから相性はいいです なじみますねこれはこれでですがこうしてあげるだけで若々しさは確かにないかもしれませんけどぐっと大人っぽくなりますよね見栄えとしてせっかくネイビーのスーツ久しぶりにストライプ紳士的な感じにまとめようと思う時はちょっと渋いポイントを1個作ってあげてもらった方がより大人っぽい上品でこちらの上質さもキリッと立ってくれますから グリーン系でまあ当然ここに柄でねあのネイビー拾ってますからより相性はいいんですけどこういうふうにまとめてもらって一色だけ変化をつけると懐かしいストライプのスーツも急に新鮮なものに変わりますからスーツとシャツでクリアめにまとめる時は V ゾーンネクタイの部分にちょっとだけ。 あの個性を持たせてあげると新しい見え方になると思うんでこれも一つ是非参考にしてみてください。それでではえーコーーディネート最後ですロロピアーノのというお話をしたんですけど先ほどのネイビー紺色のストライプはちょうどこのくらいですかねの普通のいわゆる普通のストライプまあストライプの幅で言うと今僕が着てるのぐらいかもうちょっと狭いかぐらいなんですけど。 これグレー実は色違いっていう選択肢もあったんです。こういう単純なストライプでグレー地に白なのかブルーなのかっていう選択肢も考えたんですけど結構普通っぽくなりすぎるかなと思ったので今回はあのコンとグレーは柄が、ストライプの、えー、と調子がちょっと違うものを実はあのー、作り込んできてますで。こちらの方がかなり狭いピッチになってます。グレー地に白のストライプ いわゆるあのドククラシックの本流ど真んん中なんですよね。これはかっこよく綺麗に着ようと思って実は結構難しかったりするのでもう少しあの簡単に言い方はいけないかもしれませんけどあのもう少しこう気軽にというかあんまりこう作り込まなくても綺麗に着れるっていうところを狙いたくてこの細幅のブルーのストライプっていう柄をえ今回は使ってご案内をしてます。 で、えー、こちらについても、色の濃さは、あの、一番最初のグレーンプレードよりも気持ち濃いめぐらい。ただ、チャコールグレーまではいかないので、シャツはやっぱりこのブルーの無地ですね。これを使っていこうと思っています。で、これを使うと、えー、最初お話しした通り、中間のグレーにブルーのシャツなので、落ち着いた印象になります。ここに、ちょっと今回は季節を意識。 して真鍮色っぽい感じのブラウンですねベージュというかゴールドというかでここに、えー、とダイヤ柄でモチーフの入った小物柄ですでこれも細い幅のストライプなのでこのぐらいの中柄組織のものが混ざると柄は当然うるさくは見えませんがちょっと落ち着いた 柔らかさみたいなものが出てくると思うんですね。で、ここに先ほど来ご紹介してる。例えばこの3種類。どれか合わせようと思ったら、これはいいと思います。ただ、これはちょっと渋すぎるかもしれません。合うのは合います。これはちょっとうるさく見えるかもしれませんね。悪くはないかもしれません。でも全部、やっぱり印象が随分変わりますよね。茶系が来る。で、茶でもネイビーとコンビネーションにされていて、 かつちょっと渋いトーンで茶が表現する赤みを抑えてあるちょっと青みのあるあのブラウンで形成してますので全体感としては落ち着くでもやっぱり茶色だからちょっと柔らかく丸みがあるような感じに見えてくるっていうのが一つ狙いなんですよね。でこういうふうにしてもらうとよりそのグレーが持っている落ち着いた感じとか優しいみたいなもの、えー、例えばお仕事で。 ある程度の地位っていう言い方していいのかな、な例えば課長さん、部長さん。であったりしたときに、部下の方、スタッフの方から。話しかけやすいとか、相談しやすいっていう。見た目ですよね。印象を場合によっては、持たれるコーディネートの一つの例でもあります。馴染みやすい、要は、とっつきやすいって言った方がいいのかな。話しかけにくくない。話しかけやすいっていう見え方になる。色の調子の代表例でもあるので。お仕事の場面。 なんかでそういう時が必要な時はこういう色合わせとか柄合わせというものを覚えておいてもらうだけで円滑にビジネスが回ったりすることもあると思いますから一個あの覚えておいてもらうといいかもしれませんねぜひこれもあの参考にしてくださいよろしくお願いしますはい、えー、皆さんえー、っとちょっと長時間になりましたが、えー、お付き合いいただいて、えー、ありがとうございました今回ちょっと、えー、思考を変えてお洋服の形だったり、えー、フィッティングっていうところも えー、焦点をねちょっと当てて、えー、ご紹介をしましたけれどもいかがでしたでしょうか、えー、次回ねまたあのちょっと趣向を凝らした形にできればと思うんですけどもうあのこのあと直後、まあ、こ,のこのまま連続ということではないんですけどまもなく、えー、と冬の、えー、準備もう整ってくるかなっていうタイミングなので、えー、次回はですねまたあの冬のご紹介でお会いできればと思います。えー、本日はどううもありがとうございました